1616 16年に描かれた旧修道院イルバルブ修道院は現在のフランスリオン9区3ンランベールイルバルブ地区にあったかつてのカトリック教会の修道院5世紀ソウル川に浮かぶバルブ島に修道院が作られたこの修道院はリオネーにおける最初の修道士たちの定住地でガリアにおいても古いものの一つだったカール大帝は 修道院に美しい図書館を寄進した。修道院は聖アンデレに捧げられていたが、10世紀以降は聖トゥールのマルティノスに捧げられた。修道院は幾度も略奪の対象になった。9世紀に聖ベネディクトの戒立を採用し、次第に富を得るようになった。816年、累計権王は総員を与えている。14世紀初頭、修道院は、 貴族のアルボン家が講演する推薦された修道院長の手に移っていた。1549年4月、ローマ教皇パウルス三世は修道院を世俗化し、修道士たちを立修士祭とした。1562年、修道院は荒廃し、アドレ男爵率いる新教徒軍によって焼かれた。1741年、リオン大司教ピエール・ゲランド・タンさんは、 ディオンのサンジャン大聖堂三次会と三次会を一つにまとめた。1745年、高齢であったり病弱な聖職者の世話をするために1737年に作られていた三本三神学校が移転された。1782年、施設は順番に廃止され、建物はサンジャン大聖堂三次会に再上とされた。1793年3月20日、 修道院の建物すべてが売りに出され、散逸した。21世紀になって修道院の面影を残すのは、ロマネスク様式のノートルダム教会、かつての三流教会の一部、宗教的な建築物の痕跡のみである。ありがとうございます。